過去を手放すと人生が大激変します。はい、こんにちは。ステカツで人生肯定のエツコです。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、ということで今日は私はどこにいるんでしょうか。はい、今日は実はテレビのロケに来ておりまして、まあ、その待ち時間なんですね。ということで今日はインタビュアーの高橋さんと一緒です。高橋と申します。よろしくお願いします。はい、ありがとうございますね。今日初の外ロケかな。そうですね、ちょっと珍しいところですよね、こういうロケーションのですよね。そうそうそう、テレビの撮影の、まあ、合間に今撮影しているということなんですけれども、今日は何のお話をしましょうか。今日はですね、また個人的なご相談ということで、いろいろやりたいんですけども、私も、うん、ただその家庭の事情とかですね、うん、仕事が忙しくて、うん、やりたいことが全然できないんですよ。あー、なるほど。例えば海外に行ってみたいけども、子供のことが忙しかったり、仕事が忙しかったり、何も手につかなくて、だからそのゴールセッティングはしても前に進めない自分をどうしたらいいかっていうご相談ですはい、ありがとうございます。いや、こういったことってありますよね。本当はこうしたいなと思ってるけど、なかなかできなかったりとか、現状がこうだからっていうふうに考えて進まないって、こういうことってあると思うんですよね。だけど今日の動画を最後まで見ていただきますと、あ、こういうことを手放していくと人生が大激変するんだ、こういう考え方にすると人生ってもっともっと良くなるんだっていうのが、もうそのヒントがたくさん詰まっていますので、人生を大好転させたい方はぜひ最後までご視聴ください。はい、私のチャンネルでは皆様の運気アップや人生成功に向けて様々な内容を配信しています。潜在意識や脳科学の知識を組み込んで多面的にお話しますので、ぜひチャンネル登録お願いします。はい、ということで、まあ、高橋さんがそのやりたいことがあるんだけれども、なかなか前に進まないということですね。そうなんですよ。悦子さん、日頃ゴールセッティングをしてっていうことで、私も結構高めのゴールセッティングをするんですけども、ただとはいえ忙しくて近づけないんですよ。例えば何ですか、それは。そうですね、海外行ってみたいんですよ。あ、いいですね。そう、でもですね、私子供が3人いて安易にできないんですよ、そんなこと。あ、まあね、どうしたらいいんですかね。一番は、はい、過去の経験と違うことをしてほしいんですね。過去の経験と違うこと。そう、だから過去に行ったことがない場所に行くとか、過去にしたことがないことをするっていうのがすごく大事で、それによって自分自身のセルフイメージとかコンフォートゾーンっていうのがどんどん変わっていって、あ、自分ってこんな一面もあったんやっていうふうに気づくんですよね。うん、だけど過去の経験と同じ経験、例えば同じ場所に行ってみたりとか、同じことをしてるともう予測がつくんですよ。そうですね、確かに。で、予測つくってことは結局現状維持っていうか過去の延長になってる、っていうか過去を生きてるって言ってもいいんですね。で、別にそれでよかったらいいんですけど、高橋さんとしてはなんか新しい場所に行ってみたいとか、新しいことをしたいってことですよね。ドバイ行ってみたいです。ドバイいいじゃないですか。ドバイ行きたいんですよいや、めっちゃよくて、じゃあそのためにどうすればいいかってことですよね。はい、行きたいことは分かったと、うん、で、じゃあ今までの選択肢だとどうなりますか。今までだと忙しいを理由に行かないです、うん、あ、ということですよね、はい、ということは行かないということは過去と同じか違うか。過去と同じ。同じですよね、はい、だから過去の概念信念のままそのまま生きるということ。あ、それは嫌ですね。嫌ですよね、はい、ということは、じゃあどうしたらいいかっていうと、この過去の概念経験則っていうのをちょっともう置いとく、まあ私で言うと捨てるですよね。手放してどっか行きたいやったら行くっていう風に決めるんですね。え、先にもう行くって決めちゃうんですか。そうそう、先に決めるの。しかもいつって決めるね、もう。ああ、なるほど。うん、だから5月とか6月とか何でもいいんだけど、これを先に決めちゃった上で、じゃあそれを行くためにどうやったらスケジュール調整できるかなっていうふうにやるんですね。ああ、じゃあ先にどうやったら行くんじゃなくて、もう行くって決めちゃうんですか。うん、そうそうそう、これがゴールをセットして逆算するってこと。なるほど。で、例えばさ、5月とか6月にしてみる、一回ちょっと仮にセットするとしたら、じゃあ5月、5月にするやんか。で、5月行くとしたらどうする、何やる。まずそもそもドバイって実はよく分からなくて、何があるのかをちょっと調べたいですね。ああ、じゃあまず何か調べてみるやんな。ドバイってどういうとこかな、はい、みたいな、はい、ほんでその次はお金。あ、お金を工面するっていうのと、例えば航空券がどのくらいかかるのか、うん、ホテルがどのくらいかかるのか、うん、距離も実は分かってないんですよ。ああ、何時間かかるみたいな。そうするとだいたい滞在日数も分かってくるので、うん、それをまず計算します。うん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 、ほんでそしたらドバイで何ができるのか。ドバイって言葉だけ知ってるんで、うん、行ったら成功するかなっていう感じなんですけど、行って何ができるのか、何があるのかを具体的に調べます、うん、あー、いいですね、はい、で調べた後に、調べた後にどういうふうに申し込もうかですね。どっかの代理店に行くか、うん、ネットから申し込むか、うん、それを調べます。いいね、いいね、はい。
え、なんかこれ具体的な行動が見えてきますね。そう、びっくりしたんですけど。そうそう、だから結局自分の中で決まっちゃえばどうしたらいいかっていうのが全部逆算できちゃうんですよね。あ、びっくりしました。そうですね、そう、だから決めないとなんか行きたいな終わりみたいな感じで終わっちゃうんですよ。だから一回ね、気になるとこがあるんやったらもう行ってみるっていうのがめちゃくちゃ大事。行きたい場所が特にないんやったら、誰かが行っててこの場所良かったよとか、ここおすすめっていうのがあるんやったらもうそこ一回行ってみるって、これでもいいと思いますね。そうすることで自分の結局器とか常識概念っていうのがぐんと広がるんですよね。私たちが信念が変わるときって、やっぱり他の環境に行ったりとか全然違う人と話したりすることで結局自分自身の器がブンとこう広がるので、この器が広がっていくことで人間力とかね、そういうのが全部広がるんですね。だからこのドバイっていうのは先にもう決めちゃうんですよ。器を先に決めちゃって、そこに対して必要なことが後々どんどん分かっていくということで、こうやって私たちは夢を実現するとか理想の未来に近づくという風になっていくんですね。ただ悦子さん、とはいえですよ、うん、本当にそういった方で成功した方いるのかなと思いまして、悦子さんのクライアントではいかがですか？いまして、例えば彼女の場合はゴールが経済的自立だったんですよ。でそれはなぜかというと、まあ、離婚したかったからっていうのがあって、コーチング受け出した時っていうのは月7万円のパートの主婦だったんでね、2人の子供がいるんですけど、それだと育てられないじゃないですか。なのでもう経済的自立をするっていうのがもう絶対決まっちゃったんですよね。だからそれが決まって、じゃあその離婚っていつなんて言って、え、決めるんですかっていうか、でも決めてって言って、ほんで、え、分かりましたって言って、で結局ね、何月何日って、まあ、大体半年後ぐらいだったと思うんですけど、で決めて、結局そこが決まったから彼女の行動が全部変わったんですよね。離婚を決めちゃうって相当な勇気ですよね、うん、そう、もともとコーチング受ける時に離婚したいけど決断ができないからってコーチング受けてるから、それをもう決断するっていうのがもう何よりも大事なことだったんで、ね、まあ、そうさせてもらったってことなんですけど、結局それ決めて何やったかって言ったら、パートを辞めました。だって足らないじゃないですか、お金が。ほんでその次に自分は何をやりたいか、できるかって言った時に、フリーランスでデザインの仕事をしたかったの でその仕事をやりだしたっていうので、もう職業がガラッと変わったんですよね。でそっから結局彼女自身がこうどん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 成長していって、5ヶ月目にはね、もうね23万円とか、だから最初000とかやんか。え、ゼロからそこまで来たんですか？そう、最初ゼロ、2ヶ月目もゼロ、3ヶ月目1万円とか、こんなんで、で5ヶ月目で23万円になって、で10ヶ月目ぐらいにはもう50万円になっとったで。すごい。だからもう自立果たしてるやん。でそのもう23万円とかになった時点で多分離婚してるんじゃないかなと思いますね。いや、なんか元気もらいました。うん、そうそうそう。だから最初に彼女は何したかって言ったら、ゴールをセットした、そして日付までセットしたもんやから、もうこれはやばいって言って、そこから逆算したということです。なるほど。じゃあ退路を断つっていうのが大切ですね。そうそう、排水の陣作戦ですよ。はい、いかがでしたでしょうか。また感想質問ありましたらコメント欄書いてみてください。今日の内容がちょっとでもいいなと思いましたら、いいねボタン、チャンネル登録、そして公式 LINE お友達になってください。公式 LINE ではお茶会や無料勉強会、そして YouTube では話せない内容をこっそりとそちらでは話していますので、ぜひ公式 LINE お友達になってください。ということで今日の動画のまとめ、過去の概念を手放して人生を大好転ということで、先にゴールセッティングをしてしまって、そしてそのゴールの日付までも決めちゃえば、それに対してどうしたらいいかって具体案が出てくるということで、この現状やからどうしたらいいんだろうかって考えないということになります。はい、今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。 See you!